天子定石、小野良介永住の墓。小野良介永住は、宝暦13年、1763年、水郡、中野屋村に生まれた。永住は江戸で、石流山岳者、藤田貞助の門下で、山岳を学び、さらには、伊能忠敬について天文学を学び、海岸線の測量にも参加した。また、天文、歴術、算術に関する図書の編集にも関係し、寛政9年、1797年には、郷土板花に和算塾を開き、文化8年、1811年には、恩師、藤田貞助の異名で、石流数学師範の免許改伝が伝達され、石流六伝の家元として、日本和算数学界の中心的地位を授けられた。上毛の数学、永住を得て、初めて大なり。天保2年、1831年没す。なるほど。まあ、石流ね、まあ、六伝。まあ、そういった方が、まあ、ここにね、まあ、眠られています。こちらですね。その墓石はね、まあ側面なんですよ。向かって右側のね。天保2年、まあ、1831年。はい、こちらがね、まあ、小野永住さんのお墓です。まあ、こちらにはね、十三、永住故事、このように、まあ、書いてあります。ご冥福をお祈りいたします。眼下にはね、南宗寺さんがあります。こういった高台になってますよ。随分登ってきましたね。まあ、板花宿がね、こういった場所、まあ、先ほどからね、まあ、よく吠えてるワンちゃんはそちらにいらっしゃいますよ。ずいぶん怪しく見えるんでしょうね、私のいでたちは。今ね、見つけてるのは、まあ、鳥勝神社跡です。果たして鳥勝神社跡見つかるでしょうかね。はい、天子定重要文化財門明寺の老い。門明寺の老いは、弘安3年1280年、一辺上人が門明寺回帰の際に、重宝として、自蓮華、数珠、袈裟、仏師とともに置いた五品の一つで、上人の十二香箱の第7にあたり、現在日本に残存する三個の中の一つである。その大きさは、高さ約39センチ、幅 39.5 センチ、奥行き27センチで、上、下、大部の3段に分かれ、それに麻布を張り、その上を黒漆で塗り上げてある。京机に墓を重ねたような形をした、自主独特の老いである。はい、このようなね、まあ、一辺商人が、まあ、諸国を暗夜するときのね、まあ、道具入れ、まあ、机になったりとかね、まあ、いろいろする便利なものなんですけど、こういったものが残されています。